競技中はですねマスク外して、えー、OK ということになりましたんで、やっぱね、あのやっぱこうよかったです、はいあのまあ、今ね、あのもうずっとずっと自分も、競技中ですよみたいな。 相撲でマスクつけてやってますかみたいな感じで,ですね一生懸命、<laughs> <laughs> 一生懸命言ったらですね虚競技中はね、オークキになりました <laughs>、言ってみるもんですね。はい このあとぐらいからね、多分そこは自由、選手もあの希望の選手いますんでね、はい、そりゃそうですよね、そんなん意地悪じゃないですか、相撲が良くてダーツだめだっていうのはね、もうぶつかり合いの相撲ですよっていう話をし,したら、ですね OK な、ね、<laughs> そうですよねみたいな、はい、えー、これ、いい試合ですね。 星野選手100、スパッとスタートしてよかったです、言ってみるべきですね、やっぱりやっぱり、うん、やっぱ自分、やっぱね、口、口、口から生まれたような男ですからね、<laughs> 口だけが取り入の男ですから、再三、再四のお願いが、お願いがですよ。 通じましたパパパパパチ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 ,パチ相撲で、ね、相撲で行ったのが良かったですね、相撲の会場なだけに。はい、ということでも、もうそろそろ選手もちゃんと気づいてくると思いますので、まあ、ただ競技スペース外ではですねあのマスクはしてくれということで、それはもう分かりましたと。 さあそして松本選手100取って201残り241から星野選手さあ80から181から141残りさあ松本 安吉選手漢字だと読みにくいけどローマ字だと読めるというねローマ字めちゃめちゃ僕不得意なんですけど140取って61残りそして121から101からおっと50残りまで持ってきます。 さあ星野選手ね、ねこの辺好きですよね、これからの51残りで50残りにするっていうのがね、そして15からいって、6からアレンジしての決まらず、さあ星野選手30あ、32残りですよね、星野選手は32残り。 内に入れて16残り8ダブル決まらずそして5ダブル決まらずここですねダブル決まっていきたい。 16残り8ダブル内に入れて8残り4ダブル決まったまずは星野選手が先攻のゲームをキープ松本康義選手点取りいいんですけどねダブルがあまずはスムーズにいってない感じですね さあ、百取ってきます。さあ、百で返す。星野三葉さん。 さあカバーして80取っての321残りさあ星野光又選手コーラーは、ね、あのいないですよあの今あの、会場の呼び出しですねこれ5分、今日本当に厳しくてさあ、ここで。 かかりました、ね、100とって221の話ですかね。ですね。今日ね本当にオ,オートマティックみたいな形でねほとんど2人できちんとやり取りするトーナメントになっているので PDC アジアの移行により。 画期的といえば画期的ですよねだから要するにソフトダーツのようにやれとやるやれともう管理も自分でしろと相手とす <laughs> まあね僕とかほら逆に選手を140取ってきます160161残り僕とかほらあのまあアジアの皆さんにちょっと楽しんでもらいたいっていうスタイルでね 行、あのー、ったんでちょっと気使遣ってた部分もあって、うん、だからレフリーがあーいないであレフリーっていうかそのまの説明する人が4台45台に1人置かれている感じですよね60から84残りさあ8420ちょいすると思うんですけど 16とか使ってほしいですよねさあ20をチョイスして残りあ24残り失礼あの17から16とか19から16ってこう本当にミスが減るんですよねはいだから 案外、下から16とか17か1619から16とかですね本当にしっかりアレンジできるんです,ですのでぜひ皆さんもですねこの84残り、まあ、星野選手とかね、えー、そのスキルがあるのであとこれは下でオーバー星野選手とか本当に技術力があるので、まあ、問題ないんですけど、まあ、僕とかですね。あの <laughs> アベレージが、ね、あまり高くない人は、ね、本当17から16とか19から16とか、ね、そういうアレンジにぜひチャレンジしてほしいですダーツが、ね、スティールダーツがかなり簡単になります、はい、だから例えば今の84残りを、まあ、例えば大体の日本の選手は84残りったら20いくんですけど16とか打ってみると、ね、下から下とか、ね、ミスが本当に減ります 決まらず、ワイヤーさあ、お互いがあ先,先制した選手がダブルを引っ張る局面16、32で24残りもう1本ぶつけたら入りそうですねあー、来たなんかこのパターンですね、この2人の試合は、えー、削りからのおダブル 削りはいいけどダブルを引っ張るっていうね削りは悪いけどダブルを決めるっていうねパターンですね。 さあ来ました96とって405残りね460からそうですね試合の状況は N01 であのこれリンク貼ってますんでぜひそちらの方からご覧ください さあ 60, ですかこれは、ね、60取って345コーラいないならフィードを使うと現実問題厳しいんですコーラいますコーラいますよコーラちゃんといますよ今日もともとおこのアジアシリーズ 今日と明日はですね、フィドダートを使うんですよ、それはもともとフィドがあこのアジアシリーズにスポンサーをした状況でも決まっている話なんです、で、スコア、あのコーラはちゃんといます、はい、あの最終日とその最終日のと、土曜日にコーラーがバチッとします。 はい、なので楽しみにしててくださいさあ302からですね1818 18で、えー、っと92取って、えー、210残りですね217残り197から177から19チョイス コーラーいないならそうだからそうなんですよだからコーラい,いますちゃんといます素晴らしいコーラがいますケンさんっていうケンって方ですけどねアジアのピーリシアアジアのコーラのトップの人ですねはいその方が今回まあその方を中心となってですねちゃんと今日本で日本のコーラ3名の方ですね その方を今あ、えっと、この試合の流れも教えながらですねコーラーというだけじゃなくてやっぱりコントロールも含めて、えーえー、PDC アジアっていうのは進めているので大体いいこういう形ですということですね、はいえー。宮野さん、坪倉さん、えー、溝口さんこの3人があーコーラーの PDC アジアのコーラーをの試験を受けてます。 でこの3名が、あのー、なんかあのいきなり土曜日に登場するっていうことですよね。はい、はい、32とってきて66残りですね66なのでそこはもう14とかね10とか。 ですね、10から6に入って60残りさあそして、えー、松本康代選手90残り20からですねブルからいきますそしてインナーからの20ダブル決まったナイスフィニッシュいやーかっこいいですねアレンジですねあそこインナーから決めてくる まあ25に入ればもう1本え25に入れてえ20ダブルというねまあなかなかね難しいトライなんですけどさあそしてさあ100取ってきます あそうですか逆に PDC の予選というかハードの試合で相手が他の試合のスコアラーもしないで済んでるだけであそう取られますね、はあ。いやいや、本当にそれも僕,僕はね最初、僕は逆の感じでえそれ大丈夫マジでトラブルにならないっていう話だったんですけど PDC のアジアの見解はもう何回もこの話してるんですけどい,いよ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 みたいな。だって自分相手の 試合もしっかり見ていけば大丈夫でしょみたいなお互いがこうやり取りすればいいんですよって言ってで明らかにおかしい人に対しては注意を与え2回注意を与えて、えーえー、デフォルトにするっていうことでね、はい、選手はもう本当にこうスコアラート自分の試合だけに今集中できるっていうシ,システムでやってます。 お疲れ様です。そして。さあ、カバーしていきます。百取って二百一残り、百九十五残り、松本康義選手。ただ、係員は五台に一台 とか6台に1台とか配備して何かあったらその人が対応するようにしてますだから松本選手星野選手も何て言うんですかねこう、うん、あのまだねそこの慣れてないんですけど相手のダーツってあまり見てない感じですよねあ見てるのかな自分のゲームに集中し,すしてるっていう感じですねさあ138から そして38とって100残り20に戻る20に戻って80残り142残りここ難しいですねこれ20からいくんだと思いますけど122というのはあんまりいい数字じゃない,ないんで最後ブルにいくのかっていう感じなんですけどねで102から102から案外19とかね面白い百いまあ三3本あったら19とかすごい。 面白い20から60残りにしてのこれそのままいくと入んないとあそのままいくとちょっと邪魔されそうな感じ,感じなんですかね横にちょっと流されて35残りに対して82残り82残りってね案外嫌な数字なんですよね 1投目のブルがねサクッと決まればいいんですけどあ決まったそうす決まると17シングル20ダブルだからあんまり82にしたくないっていうのも一つの考え方だと思うんですよね35残りこれはね319のところですね3に入れて32残り16ダブル うん、うまい松本康生選手ダブルが決まってきました。あの、本当にですね。あのー、この。松本選手徐々に徐々にこう。ダブルが決まってきていて。テントリア星野選手がね。ちょっといい感じなんですけど。 そうですね、もう今日は、まあ、平日開催予選なんでねはいそれは観客はこれからでしょうね、はい、でもどうなんでしょうかねうさあカバーしていきますもう僕は今回は本当にこのこの会場で5日間開催っていうのはやばいとは思ってたんですけど まあね、えー、大変な思いしてあとちょっとどうしたんだろうんちょっとなんかあるあっとなんか触れたうん今日明日とねえー この仕組みがうまくいけばなんかアジアのダーツシーンもちょっと変わってくるかもしれない感じはしてますねはい音いい音でしょこれあのナチュラルな音なんですよ当はね違うんですよ 集音マイクだったらもうめちゃめちゃもうすごいんですけどちょっとね今日はあの埋め込み式じゃないんで PDC アジアの声を聞かせてラスボイスのラスブレインのね声も聞かせながら今回福岡でもあの有名なミュージシャンのね音声 とか音響を手がけてる方々のチームでえーや,ったんやってるイベントなんでかなりちょっとね期待してるんですけどあんま期待させるのダメかでもそんな感じでやってますまあこれもねもうほんと残念ながらラスさんが来てくれるとねちょっとね思ってねこういうし 音響までやったんでですけどあでもそれでもねあの、まあ、どういうことになるのか分かりませんがさあ97あ取って72残りそう72残りってやっぱやっぱり16っていいなってますます思えてきますよね、まあ、数字の意味っていうのをねもっとしっかり 勉強してもっともっとエキスパートになろうと思ってますけどね、72、16から、まあ、い,くいくんだと思いますけど、12からいきますか、あ 18, 18からいくんですね、はいはい、まあまあ、18もありですね、要するに、えっとえっと、3、二三 2, 2ですよね、あ、サブロック、サブロックですよね。 ダブルフィニッシュ狙いそして48残りを16チョイスで、えー、32残りですねさあ36残り18ダブルさあこれですねしっかりと決めてほしい星野選手ダブルちょっとね苦戦してますんでね今日。 9これもいやー星野選手悔しいミスそして松本康義選手32残り16ダブル内に入れて16残り8ダブル決まったここですよね強い